ミネオラ駅はアメリカが州国テキサス州ミネオライーストフロントストリート115にある駅全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている2006年6月10日にミネオラの歴史的な駅舎の修復工事の完了を祝った1974年から1996年までアムトラックのテキサスイーグル号は当駅を通過していたしかし ミネオラコミュニティのリーダーは、創造的なローカルマーケティングや駅を改修するための約束に基づいて、自分たちの街に停車させようとアムトラックを納得させた。修復工事は1951年の近代化改装の際に損なわれた1906年、当時の駅舎のオリジナルな外観を取り戻させた。建物を合理化するための取り組みでは、 寄せ棟屋根が平屋根になり、細部の装飾が取り外された。2005年の修復事業は、外観の復元が含まれていた。駅の他の改善事項は、新しい看板設置工、駐車場整備工、フェンス設置工、造園工、自転車ラック設置工を含む。将来の切符販売代理店の執務室のためのスペースもある。駅には、現在、 鉄道グッズの博物館だけではなく、敷地内に復元された環球車が保存されている。ミネオラ市は、テキサス州運輸省からの55万ドル、ミネオラ開発株式会社からの195,820ドル、メレディス財団から、鉄道博物館のための4万6 0ドルの助成金を調達し、プロジェクトをサポートするための1万3,000ドルの追加資金を調達した。 当駅は2006年にテキサス州ダウンタウン協会のベスト復元建築物賞を受賞した。ミネオラ市はユニオンパシフィック鉄道から設備を沈着している。2013年に駅を含むダウンタウンの中心は国家歴史登録財に登録された。アムトラックの停車する列車は下記の通り。南行列車のシカゴ出発便はサンアントニオで、 サンセットリミテッド号と並結され、ロサンゼルス行きとなる。シカゴとサンアントニオ間は毎日運転。北港列車のロサンゼルス出発便はサンアントニオまで、サンセットリミテッド号と並結され、同駅で切り離し、サンアントニオとシカゴ間は毎日運転。ありがとうございます。